皆様ごきげんよう。東京ツインズの明るい就活のお時間です。なんかねすごいマスク出てきちゃったんだけど、これね、あの去年かな、なんかあのダンサーの人に頼まれてね作ったサンプルなんですよ。すごいでしょこれ。これちゃんとワイヤーも入ってて、ここね鼻のところ、うん、見てこれ、よいしょみたいな感じすいませんふざけました。はい、さあ皆さん、今日なんか私変な格好してません？これね、前にちょっと話したことある、あの例のあの GU のね、パーセリティブのね GU のあの名前がね、マシュマロフィールラウンジセット、マシュマロフィールラウンジセットって言って、これあのパーカーとねパンツがセットになってるものなんですよ。で実はねこれあのすいません買いましたあのね、なんで買ったかっていうとね、あの実家って私栃木なんですけど、栃木ってやっぱりあの冬すごい寒いんですよね。あの寒いっていうか、うちはあの昔の日本家屋なものだからエアコンとかも入ってるんだけど、やっぱり通気性がいい作りになってるからきっと寒いだろうなと思って、あの向こうであの何かする時に着れるように上下セットでね2990円、買った方がいいわね本当に、うん、作るよりそうなっちゃうと。だけどあの例のあのマッシュスタイルラボさんのやつもね、もちろん私もあの今まで触ったこともないわけでない、その商品作ってたわけだから、いやもうそあれ買うならこっちの方が全然いいと思う。2990円ですよ今、2990円で何ができるのって感じだもんね、うん、コーヒーだって2杯ぐらい飲んだらもう終わっちゃうしね。これね、ほらフードになってるにゃんにゃんこのね、首の周りにねこうパーカーのフードこれついてるから、こう風がこう来ない、うん、やっぱ首周りね、いい。これはね、あの栃木で何か作業するときには絶対いいと思う。まあ寝る時のパジャマでもいいと思うんですよ。これスースーするからね、うん、いやもうこういうのがね、例えばさこれね2990円でしょ、うーんてかてかたんたんたん、いや多分ね原価さ5、6ドルだと思うんだよ多分。そうじゃないとやっぱ商売ならないから、とにかく。でも私着る前にこれ何度も洗いましたけどね、であの柔軟剤入れて、うん、いい匂いになっています、まあ、基本あのいくらあの日本のブランドといえども向こうで作ってるものは基本洗ってから着ます。はい、あの所詮向こうの水でいろんなもの作ってるわけだから、どこのブランドだろうか、はいそれだけ言っときます今日はこんなの着ちゃってます。ファーストリテイティングといえばさ、ほらうちお客さんだったわけよ、もう今からそれこそ15年ぐらい前の話ですけど、でちょうど震災があったでしょ東北の。でその震災の前までは結構お仕事をいただいてたんですよ。震災になったらね、震災が来たらね、その後パタッと止まった。まあいろいろ向こうの会社も考えることがあってそうしたんだろうなと思ってます。ただね、そこのトップがさ、震災のためにね、東北地方の福島にまあ10億円だったか何億円だったか忘れだったけど、まあそのぐらいのお金を寄付したっていうのを後で聞いた時に、せめて身内っていうかね、まあ一緒にやってるって言ったらちょっと声あるけど、お仕事をいただいてた身としてはお仕事をいただけたらなっていうふうにはちょっと思った節はありますよ。でもねやっぱり東北の、協力工場にね
やはり仕事がないってわけいかないから、その後いろんなアパレルさん回って営業して仕事が余るように頑張りました。やっぱりね、あの時、まあ、私たちね、小さな会社の人間がさ、何かしてあげるなんておこがましいけどできないでしょう。そんなね、何十億だなんて寄付しますなんてそうそうはいかないから、何ができるかなって思った時にね、やっぱりさ、まあ、たまたまちょっとそこの工場は、工場自体は残ったんですよ。ただ自宅とかみんないろいろ大変な思いねなさった方いっぱいいる の壊れちゃったとか怪我しちゃったとかっていたんだけど、まあ、仕事に来ようと思ったらこれなのよ。だからとにかくね、仕事を持ってこう、持っていけば一瞬でもね、まあ、仕事してる時って集中するから忘れるじゃない。忘れるって言ったらあれだけどさ、一瞬でも気持ちが紛れたらな、だから納期はもういいからやれる時にやってみたいな感じで、持ってった記憶がありますよ。いや別にね、そこの、まあ、言えないけど、そこの会社のね、トップの人はあだこだ言う気はないんです。やっぱり仕事いただいた身ですから、なんですけど、でもなんか違うかなって思いましたよ。でもそれから縁が切れてしまったって部分はあるんですけど、なんかそこの傘下の社長さんが亡くなられた時に、なぜか葬儀に来てくれっていうハガキが来て、どのランクの花買ってください、このランクの花買ってくださいなんて強制になんか来た記憶がありますよ。すごいと思ったけど、まあ上は知らないのかもしれませんけどね、そんな思い出があります。まあでもね、この商品自体には私はこの値段で、まあそのシーズンでだけね着る分だと思えばいいんじゃないかなって思いますよ。ほんとかしね、その代わりちょっと肌にはあんまり触りたくないから、下にはちゃんと綿のものを着たりシルクのものを着たりして、でその上に着るみたいな感じです。はい、それでは皆さん良い週末をお迎えください。ごきげんよう。